東京ドリップチェックの動画で印象に残っているラッパーやエピソードを教えてもらっていやーもうリッキーかなリッキーは熱いリッキーはガチもうなんか彼の喋り方もあのラッパーラッパーみんなガチなんですけどなんか彼の喋り方って結構なんかいやこれがリッキーだ事でなんか喋り方かっこいいんですよなんかもうなんか真似できないですなんか言葉発する言葉が結構もうマジでみたいな残るんですよね頭の中に。 あとインタビューチェックするときにもなんか「いやこれがこれだぞ」なんか「これがこれ」みたいな理由着てる服の理由とかまで出してくるんですよこの服着てる理由はこれだからとか結構印象的でしたね普通にみんないつもなんか値段だけで「あいくらこれ誰からもらった」とか「いくら」とか言うけどでもリッキーさんはなんかまあこれ着てる理由はこれとか全部出してくるんですね理由とかも誰どこのブランドとかでもこだわりがすごかったねはい